ばんは。さっきまでパジャマだったのに急に衣装になってるっていう。こんばんは。うん、そう、この枠が最終の枠なので、ぜひたくさん星投げてってください。お願いします。うん、これからお仕事。うん、なんでその衣装なの？わかんないです。なんでだろうね。夏なのに長袖なんだっていう、ね、なぜだろう。私もわかりません。そう、今日はちょっと夜が遅くてね。久しぶりに、でもこの夜帯かも、お仕事が。お腹すいた。今夜ご飯をマネージャーさんにコンビニで買ってきてもらってでそう、この衣装でさすがにコンビニ行くのやばいから。あら、あのすごい、そうだからね、ちょっと頼んでるんですけど、欲しい商品写真でスクショして、これこれこれでって言ったんだけど、売ってるかな。売ってなかったらどうしよう。あ、来たかな。あ、買ってきてくださったかも。すいません、ありがとうございます。あとでちょっとアーチですね。来ました、ご飯です。今日もちょっと時間ないので、この配信までに食べきりたいですね。今日はなんかさ、給湯室でご飯食べるの恒例になってきてない？私今日は、なんだこれ、濃厚辛味噌ごまだれで食べるバンバンジーです。美味しそう。じゃーん、冷やし中華、ちょっと冷たいものが食べたくてですね。美味しそう。ちょっと手洗います。20時7分になったら教えてください。まずこれを最初に
ちゃった方がいいよね。トマトは食べちゃいます。私バンバンジーってなんかあんま食べたことないからどんな感じなんでしょう。おお、なんかソースがすごい濃厚濃厚な感じがします。ラー油がいっぱい入ってるね。ピリ辛ですね。だから多分ちょっと麺が固まっちゃって混ざらない。やばいな、全然混ざらない。お、ほぐれてきた。やばい、まさかの混ぜるのに時間がかかる。でも匂いとかすごい美味しそうだよ。いい匂いします。甘辛、美味しい。初めて食べたけど、この商品さっぱり甘辛って感じ。味がちょっと濃いめだから私はすごく好みです。美味しい、これみんな食べた方がいい。中華ってね、美味しいですよね。
これはセブンイレブンです。超美味しそうじゃない。鶏肉とキュウリが入ってる。星いくつ？星5つ。え、本気で美味しいですこれ。めっちゃ辛いわけでもないから、多分辛いの苦手って人もいけるんじゃないでしょうか。リピ確定です。これはリピートします。私、おいしい。でもこれこの間までなんか見たことなかったから、最近出てきたやつかもしれない。遠近法で全部でかく見える。そうね、こんなでかいわけないから。意外とね、ミニサイズでもないのか。でも大きくもない。こんぐらい。
カントリーアットマークなぎなぎ中さん、ピンクマいっぱいありがとうございます。ピンクマありがとう。今何分ぐらいですか？48分とかですかね。もっと経ってるか。あ、全然経ってた。全然違ったわ。57分。ちょっと急ぐわ。配信切ったらすぐ出なきゃいけないので急がなきゃ。8月3日の公演が心配？ショールームですか？かっこ弱い人さん、ピンクマ10個ありがとうございます。うん、私昨日それで時間が、公演が3日で、3日の最終日のその最終の時間までが、そう、かぶるかもしれないと思ってマネージャーさんに電話して、かぶらないように、そう、なんとかしてもらいました。だから大丈夫なんですよ。ショールームとその最終時間、ショールームと B 公演はね、かぶってないんです。私がそう言ったら本当に大丈夫になりました。うん、だってそれかぶらせたらなんかすごく不公平じゃないですか、公演。そうだから言ったよかった、本当に被らなくて。その公演に出てるメンバーでも多分いるよね、こうショールーム参加してる。もうちょっとで終わりますよ。あと少し。うん。
20時1分、意外と大丈夫だ。でもさ、また夜にお腹空いちゃいそう。今から明日の12時まで検査で何も食べれない。つら。結構な長い時間ですね。かわいそう。かわいそうとか言ってめっちゃ食べてるっていう。でもそれを超えた時に食べ物を食べたら、もういつもの 2倍は美味しく感じそう。まだ7分になってない？これ3時間来たら勝手に切れるんですよね。じゃあそのまま放置してたら勝手に切れます。衣装も無事です。ごちそうさまでした。美味しかった本当に。
お、7分になりました。じゃあランキング読みます。13位はペギさん、ありがとうございます。12位はお坊さんアットマークひんなぎおしさん、ありがとうございます。11位はサンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。10位はさんちゃんさん、ありがとうございます。9位はひろゆきアットマークあーはいさん、ありがとうございます。8位はケルビンさん、ありがとうございます。7位はガッシュさん、ありがとうございます。6位はメロメロンさん、ありがとうございます。5位はトカチンさん、ありがとうございます。4位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。3位はハーミさん、ありがとうございます。2位は国用かっこ弱い人さん、ありがとうございます。1位はカントリーアットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。うん、ちょっと早めの最終枠になっちゃったんですけど、お仕事行ってきます。切れるまでね、そのままにしておきます。バイバーイバイバイ。ちょっと早いね、まだ切れないと思う。うんうん、行ってきます。これからお仕事の人も行ってらっしゃい、頑張ってね。明日のスケジュールはちょっとまだ分かんないので、ちょっと待ってください。うん、あと5分もう5分もあるかな、3分2分ぐらいじゃなあと。え、うん、のいつ切れるか分からないタイミング。28分か、28分じゃない、9分、あと 1,2 分かな多分。うん、あと1分。まつげいい感じ、ありがとう。まつぱしてますからね。